中村実造省は、五52年10月27日は、日本の政治家。元堺町会議員、堺港町議会議員、堺港市議会議員。長年にわたって、市漁業組合長、交通安全協会長として、漁業振興や、交通安全に貢献した。堺港市長、中村勝次の父。1947年堺町会議員当選。 1951年、境町会議員当選。1954年9月、境港町議会議員当選。1958年8月、境港市議会議員当選。1960年9月第5代、境港市議会議長就任。1962年8月、境港市議会議員当選。1966年8月、 堺港市議会議員当選。1970年8月堺港市議会議員当選。昭和14年交付の宗教団体法による宗教結社台帳には、成長の家、堺市誘拐浜の町代表者当地、自作会員50名私40名堺中村、実像中村俊蔵荒木康史を渡り各地道となっている。 昭和22年県立堺中学校に探偵部が創設され、新定会王号を大津市、桑野造船所から購入して練習を始めた。長義西尾万吉、中村実造が発起人となり、堺中学校探偵部講演会を組織し、絶大な支援を続けた。中村は青年の頃トラック運送を始めた。ヤ倉節子著 我が人生すごろく六6 6ページに中村実造氏、西岡茂重氏といった堺町の決起盛んな青年たちがトラック運送をはじめ、堺町も次第に自動車社会に突入していきましたとある。ありがとうございます。